ようこそミキさんの剪定教室へ。Welcome to ミキさんスプルーニングテクニックスコース。今回は、動画102の補足です。In this video, I will supplement 102. はい。今回はですね、この剪定教室のうちのですね、ここに相当します。はい。今回はですね、庭木には役割がありますので、個々の庭木の役割に応じた剪定をしてください。それから剪定はですね、毎年継続していく作業です。切り方の呼び名、造園業界における切り方の呼び名、おすすめする剪定の本、そして倒木のリスクについて説明をしたいと思います。はい、庭木には一本一本に役割がありますね。まず盆栽なんですが、盆栽の役割はですね、主役です。盆栽は一人舞台です。それに対してですね、こういう例えばお庭の木はですね、それぞれが役割を持っています。例えばこの木はですね、シンボルツリーだったり、まあおそらく主役でしょうね。緑荫も兼ねていたり、はたまた目隠しを兼ねているかもしれません。まあ、それぞれの木がですね、いろんな役割を持っていますので、それぞれの役割を考えてあげてですね、その役割に適した形とか姿にしてあげる必要がありますので、お庭の木のそれぞれの全ての木をですね、盆栽のように目の前の一本の盆栽の感覚でですね、庭木を剪定してはいけません。私もですね、剪定を始めた頃はですね、それが分かんなくてですね、一本一本がですね、こんな風に主役の木になるようなつもりで剪定をしていましたが、まあ、ある時ふと気がつくとですね、役目があるから、それぞれの役目に見合った姿にしてあげるということが大事だということが分かりました。はい、それでは役割の例として、目隠しを考えてみたいと思いますが、目隠しには自分たちが見られたくないというのがありますね。例えば通行人から見られたくない、お隣の玄関とか2階から見られたくないというのがあります。また自分たちが見たくないというのもありますね。お隣の生活臭など、例えば非常に散らかった隣の裏には見たくない。それからお隣の玄関にですね、頻繁に人が出入りしているというのは見たくない、なんというのがあります。そしてこの目隠しで大事なのはですね、目隠しを気にする程度ですね。これは人によってですね、大変大きく異なります。おおらかな人、全然このぐらいで全然問題ない、気にしないという人もいればですね、もうもっともっとこう密になっててもですね、気にする方もいらっしゃいますので、施主さんとですね、そのお宅の目隠しの程度はどのぐらいしなきゃいけないんだというのをですね、よく相談してください。はい、次の役割の例なんですが、緑荫、まあ、日よけですね。この木なんですが、同じ木です。ここが今でですね、まあ冬はですね、落葉樹ですから葉っぱがなくて日差しがよく入ってくれる。だけど夏になるとですね、南向きなものですから暑い。そこでこの木がですね、日よけの役割をしてくれるというですね、大事な木です。で、まあ、花もきれいにつけてくれるんですが、この木は日よけというのがですね、一番主な役割です。一年のうちで
日よけが一番の役割なもんですから、まあ、木の姿や花は副次的なんですが、例えばここもギリギリまでね、夏の日差しあの上から来ますから、ギリギリまで葉っぱを残したりとかですね、日よけのことを一番に考えてですね、剪定をします。まあ、それとあの下がね、人が通れるようなあのことも考えたりしますね。はい、日常生活を妨げないというのも大事な役目ですね。通行を妨げない。雨の日にですね、玄関から出てくのに邪魔する気があると嫌ですね。それから郵便受け。郵便受けのですね、足元にも上からも木があって、体をですね、ねじらないと郵便物や新聞が取れないというのも困ります。それから洗濯物にね、ちゃんと日が当たってくれないと奥様困りますね。まあ、これらのこともですね、大事なこういう日常生活を妨げないということも大事な役割ですので、そういう観点で選定をお願いします。はい、ここで動画リストの紹介です。私の動画もですね、70本を超えてます。日本語版や英語版のリストがありますので、000みきさんで検索してください。はい、剪定は継続する作業です。今回さえですね、きれいに仕上がれば、まあ来年はどうなってもいい。それはちょっとまあオーバーかもしれませんが、来年のことはあまり考えないというのはあまりよくありません。木がどんどん大きくなっていってしまいますね。まあ3年後もですね、4年5年後もですね、樹形が維持されるということがですね、剪定の中で大事なことであります。それとですね、ちょっとあの観点が違うんですが、同じ人がですね、毎年同じ木を剪定しているとですね、木がですね、木の方が剪定の、あなたの剪定の問題点、課題をですね、教えてくれますので、可能であればですね、毎年、同じ木を剪定すると一番いいと思います。まあ木がですね、教えてくれます。はい、5年10年経つとということでですね、こちらのお宅、こちらのお宅がですね、私たちが初めて伺ったお宅なんですが、こちらが、ここの赤い線よりこちら側がお宅に、隣の宅で、この生垣見ましたらね、あれ、ずいぶん大きいな、共用の生垣かなと思って聞いたらね、いや、うちの生垣だったんです。つまりね、これだけお隣にはみ出しちゃってるんですね。毎年少しずつ大きくなり、気づいたらこんなに林家へはみ出している。玄関へのアプローチを狭くし、迷惑がかかっている。お隣の玄関もね、ここの奥なんですよ。だからここの間通っていかなきゃいけないんですがね、随分邪魔してんです。で、これをですね、まあ修正したんですが、本当気がつかないうちにですね、こんな大きくなっちゃうんですね。はい。5年、10年経つとということで、木が大きくなった例、衰弱した例なんですが、適切な剪定を行わないと、長い年月を経て人に迷惑な木になってしまうということでですね、これはこの手がしわなんですがね、最初こんな可愛い木だった、だけどいつの間にかですね、気がついたらこんなに大きくなっちゃった、高さも幅も出てしまった。この手頭はこういうこと多いですね。それからこれはね、犬つげなんですがね、狭い道路にこんなにはみ出してしまった。それからこれはね、木がもう随分傷みますね。木が弱ってですね、
かつこれなんか紙クリーム紙でも入ったんでしょうかね、フラスの跡みたいのもあったりですね、日焼けがしたりですね、この木は確かね木刻だったと思いますけどね、ひどい状況になってなっています。はい、ではちょっと話が変わって、造園での切り方の呼び名ということなんですが、こういう間引きとか切り戻しとか切り返しとかいう呼び名のことなんですけどね、造園と果樹生産では呼び名は異なります。また地域などにもよっても異なるということだけをですね覚えておいてください。であとはですね、普段仲間と使う呼び名でいいと思うんですね。でここに紹介したのはですね、日本造園連合会なんかでもこれを関東では使ってるんですが、まず間引き、枝抜きと言いますが、間引くというのはですね、こういうふうに枝がたくさん混んでる時にそれを間引くということでですね、日本語の間引くという言葉でぴったりですね。それからね、これね、ここに枝があってですね、この枝の途中で切るということをですね、造園、私たちはですね、切り戻すとか切り詰めると言います。でこれはね、枝の長さを短くするということなんですが、ここの枝の先に長芽がありますよね、長芽が。この切った時に長芽がなくなっているというところがですね、こちらの間引きと違うことですね。間引きの場合もちろん長芽なくなるんだけど、残った枝にですね長芽が残ってますが、この残った枝に長芽が残ってないので、これから後のですね伸び方が変わるということですね。それから切り返しとか切り替えという言葉がありますが、これはね、ここでこういうふうに切ることなんですけど、今までここに枝があって、ここの長芽が一番こっちに向かって伸びていく。ところがここで切るとですね、今度こっちに切り替わる。で、こっちへ伸びていく。さっきはこっちへ伸びていったのはですね、今度はこっちへ伸びていくという伸びる方向が変わるということでですね、切り返しとかですね、切り替えと伸びる方向が変わるということです。それからまあ、ここの元で切るようなのはね、枝下ろしと言います。これを全部がみんなが統一しなきゃいけないっていうのは無理だと思いますので、違う仲間とかですね、動画を見たり YouTube 見たりするときにはですね、言葉が違ってるということだけ頭に入れておいていただければ結構だと思います。はい、ここでは徒長枝と立ち枝の違いを説明しますが、これは先日コメント欄にですね、この違いの質問があったので、ここで皆さんにですね、改めて説明したいと思います。立ち枝というのはまあこれですよね、徒長枝というのはこれのことなんですけども、まずですね、徒長枝の徒という字についてですね、調べるとですね、これはいたずらにとかですね、虚しくとかですね、役に立たないという意味があります。で、徒長というのはだから役に立たなく成長すると、虚しい成長とか、そんなことなんでしょうかね。ですから、まずこんなねひょろひょろのもやしみたいやつもですね、こういう成長の仕方も徒長と言いますし、こういうふうに元気よく伸びるのも徒長と言います。徒長とは標準的でない成長で未熟と過剰がある。樹木の場合は後者の意味で使われるということですね。それで ② の樹木の徒長枝は他の枝に比べて太くて長くて大きな葉がつきます。それで台風や人の剪定で枝葉を大量に失った時にですね、それを挽回するために出てきます。長くて太い、
葉っぱも大きいんですね。一方立ち枝はですね、横に張り出している枝の背などから上に向かって伸びる枝で成長が早いんですね。徒長枝じゃなくて立ち枝ね、こういうのを立ち枝。それで徒長枝も立ち枝も樹形、枝の流れを乱しますので、見つけ次第切り取ってください。はい、おすすめする剪定の本、私がですねこの6冊をおすすめしますが、この他にもあるんですが、今回ここに絞りました。まずね、入門者向けとしてですね、この本ですね、日本造園、組合連合会の本です。今でもね、私は基本的なことはこれで確認します。それから次がこの本なんですけど、この本はですね、石田洋三さんという方が書かれた本なんですが、この方が亡くなったんですが、いい本だということで、能文教がですね、カラー版、色をつけただけと言ったら失礼なんですが、カラー版にしてですね、まだ出しています。それからこちらの本、こちらの本はね、メガカネオさんという方なんですが、メガカネオさんにはですね、多くのいい剪定の本があります。とても詳しい方ですね。この本の方、この方の本なら何でもいいと思います。それからこちらのね、伊藤義治さんの本もいい本ですね。それから上級者向けとしてですね、こんな本がありますのでご紹介します。だいぶ話題が変わるんですが、樹木の倒木のリスクということで、こんなふうに太い木が倒れる、例えば台風などでですね倒れる、その時にここの下をですね車が通ってたり自転車や歩行者が通ってたとするとですね、その人たちのですね命を奪うことにもなりかねないわけですね。台風などで倒れた場合、樹木管理者の責任が問われる時代になってきたということなんですが、昔はね、倒れたって台風だから仕方ないじゃないかというようなことだったかもしれませんが、今は許されません。例えばね、こういう剪定をするとですね、だんだん腐ってくる。それで5年、10年、20年、30年、50年経つとですね、この太い幹のですね、中が全部空洞化しちゃう。それから植えられてる場所があるんでね、根っこもしっかり張れない。そうすると台風が来ると倒れる。こういう図式がですね、今はですね、科学的に分かってるわけですから、こういうものを道路管理者とかね、管理者は放置してはいけないということになります。事故が起こったら責任を問われるということです。で、皆さんもこういうふうにですね、切れと言われたらですね、使われている実ですから、泣く泣く仕方なく切ることもあるでしょうけども、こういう切り方をするとですね、一度でもこういうふうに切っちゃうと、もう長い間にはですね、木が弱っていくということをですね、覚えてください。はい、今回はこれでおしまいです。See you next time。こちらをよろしくお願いします。